こんにちは、とうこママです。1月に子どもたちと作ったお味噌、初めての味噌作りに挑戦しました。たっぷり味噌があるので、今回味噌を入れる保存容器を購入しました。購入したのは野田芳朗の保存容器、Lサイズです。味噌なら約 1kg 保存することができます。日常使いする味噌はこの容器に入れて冷蔵庫保管します。使わない味噌は階段下の収納でまたしばらく寝かしておこうと思います。9ヶ月寝かした味噌は本当に美味しい。子どもたちも味噌汁の味の違いに気がついたようで、今までよりも味噌汁を好んで飲んでくれるようになりました。味噌を作った時の様子はこちらの動画に載せています。ぜひご覧ください。概要欄に動画のリンクを載せておきます。さて、晩ご飯作りを始めます。立派な大根が届きました。無農薬の大根です。今日はこれらの材料を使ってかす汁を作ります。かす汁とは日本酒の酒造工程から出る酒粕で煮込んで作る料理のこと。まずは大根から。立派な葉っぱがついているので、これは捨てずに後で使います。かす汁に入れる野菜を切っていきます。私が子供の時によく食べていたかす汁、母がよく作ってくれました。ほんのり甘くて体が温まるかす汁は私が大好きな料理の一つ。調べてみるとこれは関西地方の郷土料理のようです。お酒を作るメーカーが関西地方に多いことから関西地方で親しまれる料理だそうです。日本酒の酒造工程から出る酒粕と大根、人参、ごぼう、こんにゃくなどの野菜と鮭などの魚を一緒に煮込みます。たくさんの野菜と魚が入っているので、これ一つで栄養満点。酒粕には体を温める効果もあると言われているので、冬に食べたい料理の一つです。ごぼうは筋根を入れてささがきにしていきます。太いごぼうが入っていると子どもたちは食べてくれないので、なるべく薄く食べやすいようにしてあげます。次はちくわぶ。ちくわぶは小麦粉を練って作ったものです。子どもたちが大好きなので汁物やおでんに入れてあげると喜びます。最後は油揚げ。油抜きをする代わりにキッチンペーパーで油を吸い取ります。さて、かす汁の具材が切り終わったので大根の葉っぱを茹でます。今日はこの大根の葉っぱでふりかけを作ります。大根の葉っぱは苦味が強いので食べやすいように一度茹でます。無農薬大根なので葉っぱまで残さず食べられるのが嬉しいです。大根の葉っぱは栄養価が高いので、ご飯と一緒にふりかけにして食べようと思います。さて、かす汁を作っていきます。使うのはこの土鍋。たくさんの野菜と魚が入るので、このサイズでないと間に合いません。水を張った鍋に野菜を入れます。だしは白だしを使います。沸騰するまで蓋をして沸かします。
ここで酒粕を入れます。酒粕はアルコールが含まれているので、子供に与えるときはしっかりと煮てアルコール分を飛ばします。この鍋で約 150g の酒粕を入れました。酒粕の量はお好みで調整してください。酒粕は溶けにくいので味噌こし器を使って溶かします。酒粕が溶けたらちくわぶと油揚げも加えます。この後蓋をしてよく煮込みます。さっき茹でた大根の葉っぱ、細かくみじん切りにしていきます。水気をよく切ります。このままふりかけにしてもいいのですが、このサイズでは子供が食べてくれません。大根の葉っぱはカブの葉っぱなどに比べてもすごく苦いです。なのでフードプロセッサーを使ってさらに細かくします。とても細かくなりました。これなら子供たちも食べてくれるはず。ごま油を敷いて大根の葉っぱを炒めます。ごまやしらすなどを一緒に入れて炒めても美味しいです。ある程度炒まったら調味料を加えます。砂糖、酒、醤油、そしてみりん、ここにたっぷりの鰹節、味を見て調整します。ふりかけなので濃いめの味付けにしておきます。子供でも食べやすい大根の葉っぱのふりかけ、完成です。それでは子供たちのお迎えに行ってきます。私の時間だよ。もう一個くらい、お迎えの帰りに足らない食材を購入してきました。片付けが済んだら急いでご飯作りです。ピピどうぞって。粕汁に加える塩鮭を切ります。ブリやサバを入れることもあるようですが、私は鮭の入った粕汁が大好きです。最後に粕汁に加えるのは手作り味噌。酒粕と味噌の相性は最高です。味噌の量は味を見ながら調整。この後蓋をしてさらに煮込みます。お皿を作りました。どうしたの。次に作るのはちくわの磯辺揚げ。天ぷら粉を使って簡単に作ります。天ぷら粉に冷水を加えます。そしてたっぷりの青のり、ちくわに絡ませたら食べる前に揚げようと思います。Thank you.
になっちゃうの。最後に作るのは鶏の照り焼き。子供たちの大好きな一品です。切った鶏肉に片栗粉をまぶします。こうするとプリプリの鶏の照り焼きになります。調味料はすりおろした生姜、酒、みりん、醤油、砂糖。鶏の照り焼きとちくわの磯辺揚げを同時に作っていきます。大きいフライパンに鶏肉を入れます。隣のフライパンでは少なめの油でちくわを揚げていきます。磯辺揚げはすぐに揚がるので大忙し。息子が手伝いに来てくれました。少し焦げてしまいましたが、磯辺揚げ出来上がりです。磯辺揚げで使った油はオイルポットに入れておきます。キッチンペーパーで余分な油を吸い取ります。調味料を加えたらお肉に絡ませます。子供たちが大好きな鶏の照り焼き完成です。子供たちに食べられてしまう前に主人のご飯を取り分けておきます。今日さ、ふりかけご飯にするから、やだ、食べる人だけ、食べる人だけ、さて、ご飯が揃ったのでみんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。じゃあこれ入れよっか、かす汁。お椀ちょうだい。はい、はい、ほら、はいはい、順番に順番。おいしいから甘くて、おしゃけ合う。さあ、ちくわも入ってみんなの前。入れる。にんじんが入れる。こうやってやる。こうやって食べるの。食べてやんちゃん、何したの、ねねの。できた、わーちゃん。どう？おいしい。お汁どう？おいしい。まあ、おいしい。もうワンちゃんおいしい。おいしいね。久しぶりに作ったけどおいしいわ。かす汁。1位何？1位、お母さんが好きな食べ物は？うん、お刺身かな。1位、エビフライ。エビフライカリカリでおいしい。エビフライ作るか。カニカマ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。